今回はですね、僕が最近購入したね、エフェクター、じゃん。このね、ブルースパワー。これは、キングトーンギターさんの、商品なんですけど、まあ、キングトーンギターといえば、ザ・デュエリストっていうね、エフェクターがかなり有名なんですけど、僕はこちらにかなり惹かれて、まあ、購入したわけなんですけど、もうか、えっとね、正直音が良すぎてビビりましたね。なので、今からね、このエフェクターを使って、演奏していきたいと思います。でね、ここにね、3つスイッチがあるんですよ。左からグラス、ウォーム、エッジ。この3種類ね、演奏していきます。で、EQ は全部ね、12時の方でとりあえず演奏してから、まあ、少し EQ いじりながら、さらに演奏していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。でしょうか。3つともね、かなり素晴らしい音だと思います。僕が特に気に入っているのはですね、なんだろう、グラスかな。グラスがかなり個人的に好きかなと思います。で、まあ、これね、結構僕ジャズでも使えるんじゃないかなと思ってて、ワームにして、で、まあ、原因をね、9時ぐらいに下げて、であれですね、トーンとかボリュームとかちょっと下げてもらったら、ちょっとジャズトーンになるかなと思います。で、攻撃的なね、ハードロックとかするんだったら、エッジとかの方が向いてるのかなと思います。で、エッジで、ゲインマックスにしてあげたら、なんかこんな感じのサウンドですね。トゲトゲしいサウンドになります。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、こちらですね、キングトーンギターのブルースパワーを紹介させていただきました。非常にね、
素晴らしいエフェクターだと思います。もし皆さんこれをお店で見つけたら、ぜひ一度試奏してみてください。で、まあ、現代的な音楽にも全然合うし、まあ昔のねハードロックとかでも全然対応できるし、まあ、かなり幅広いジャンルは対応できるかなと思います。まあ、メタルとかはさすがにちょっと厳しいかなと思うんですけど、いやかなりねジャズとかでも全然使えるって僕思ったんですよ。この、ボームにしてね、あのトーンとかボリュームとかいじったら全然できるし、はい、かなりおすすめです。まあ少々ねお値段は高いんですけど、やっぱりそれなりの理由があるなと思いました。かなり優れたエフェクターだと思います。はい、ではね、もし今回の動画がいいなと思われた方はグッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。